普通にお米炊きましょう。わーいわーい。何そのテンション。いやだってさ、今日11時にお昼食べて今7時、ご飯そっから食べてへんか、もうお腹空いて8時間食べてへん。大変だねそれは。あ、そうですよ。言ってみて。まだ近い。はい、近いって。ふっ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 。痛ぇー。ピッてやった時やねんけど。はい、じゃあご飯食べましょう。はい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 。まずは今日の最初の、入った。うわ、美味しそう。これめっちゃうまそうや。これファミマの大盛りナポリタン、うまそう。初めて食べる、はい、そしておエビグラちゃん、うまそう。エビグラちゃん、マジでうまそう。たこ焼き、たこ焼き、キモ。これはライトポテト。これね、今ユミタンがね、ファミチキ炊き込みご飯を作ってくれてるから、これ楽しみやねんけど、初めて食べる。なんか最近話題なんか、うん、やってみようと思って。おっ、じゃん、晩ご飯、ファミチキご飯。イエーイ。ファミチキご飯、ネットで見た。チキンを、えい、うお、これは見たことない。ごま油、うん、これで最初グイッグイッグイッ。負けたら、あ、ダメ。俺が押すだけ。隅に弱。こないだ踊らない。何のダンスそれ。パカちょっと噛むな、危ない。暇すぎてやばい。初めてホイッスよ。最初グッジャケっぽい。あっち向いてホイ。最初はグージャケっぽい、あっち向いてホイ。よっしゃじゃあホイホイにしよう。せーの、最初グッジャケっぽい、あっち向いてホイホイ。全然両負けとるで。ホイホイ。スローでご確認ください。あっち向いてホイホイ。レフトはでも次のやつ、はい、どうぞ。次、たこ焼き。たこ焼き、あ、これ自動的に袋がちょっと破裂するようになってんねん。あ、そういうことか。だからポンポンってやってた。自動的にここに蒸気、これたまんねん。ラップをかけずにやって、いい匂い。3分30秒やって、ういオッケー、ゴー。ファミチキ避けるチーズ、うまっ。これ美味しいな、うん、今度またやろうと。カロリー高すぎ、高すぎか。ダサすぎくん。でもなんか食欲湧いてきた、それ食べて。もっと食べたいって。あーチーズ全部いきよった。ぎゅい。できた。完成。おお、うまそう。いただきます。はい、いただきます。うわ、なんだこれ、すごい。ほら、穴開いてる、ここに。うまい。うん。じゃあ、この大盛りナポリタン。そう、こんなん初めて食べた。食べてないじゃん。おいしい？うまっ。うん、これかけるんじゃない？ん？あ、ほんま。コンビニパスタこんなうまいんや、知らんかった。買う？コンビニパスタって。買う。買わんやな。コンビニのお弁当あんまり買わない。この前久しぶりにお弁当買ったけどね。美味しかった？うん、でもやっぱり好きじゃなかった。またタコほじくり返してんのか。うまっ。トラップでさ、2個ぐらい入ってる時あるからさ、気をつけて。トラップってラッキーやん、2個入ってる。いただきます。はい、いただいてください。おいた。うん、美味しい。うん、うん、ファミチキ炊き込みご飯、うん、初めて食べる。うん、美味しい。これガチでうまいな。マルシェの方がいい、うますぎ。でもさ、こんなさ、付き合いたてのカップルさ、できひんよな、恥ずかしくて。ほんま心許してやってないとできひんよな。うわ、こいつ育ち悪いとか言われそうじゃん、なんか。確かに。どうする、初めてのお手料理はこれ。うん、初デートでこれは作らん方がいいと思う。こっそり食べるやつやな、これ。うん、ただめっちゃうまい。うん、美味しい。パカ、グラタン大好きなんだよね。なんかコンビニのグラタンってめっちゃうまいよ。うん、ファミレスのグラタンも美味しい。わかる。もうちっちゃい頃絶対エビグラタンやった俺、頼む。一緒、めっちゃ一緒。うま、うん、なんか世界一うまい飯やと思ってた、エビグラタンが。うん、そう。なんか好きすぎて、おばあちゃん家行ったらさ、外食連れてってもらえるやん、うん、で、おばあちゃんがいつも、もう一緒にご飯行くときは最初にグラタンのページを見せて、どれにするって。もうな、おばあちゃんの好きなもんな。っていうくらい、ゆうたんがグラタン好きだった。
普通なんかちっちゃい子に見せろってハンバーグとかじゃん、どれにする？グラタンのページはいつもグラタンのページだった。なんか家ではさ、あんまグラタン食べれへんからさ、そう特別感が半端じゃなかったちっちゃい頃。うん、ココスとかな行ったら、うん、エビグラタンうまいねんな。ココス派ガスト派だったんだよね。あ、ガストやね。ココスちょっと高いやん。そう、ココス高いからあんまり行けなかった。なんか卒園式の後とかにココス。あ、そう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 。キュイッ。うん、なかった。え、小食やね。今回も爆食で多分タイトル入れてるはずやねんけど、俺が爆食やな、これ。俺全然まだまだ食べる。まあ結構お腹いっぱい。これ食べてなかったわ。あ、食べよ。多分あれや、つまみ食いしすぎたよ、ご飯作ってる。そう、すぐつまみ食いしちゃうからね。裏側で。で、しかもこれ、またね、3時間ぐらい経つとお腹すくんだよね。うん。ゆみってのはほんまにおかしいよな。うん、おかしい。全然食べへんのに。すぐお腹すくる、うん。なんか1回の量がめっちゃ少ない。うん。でも回数が多い。ルフィみたい。あ、ルフィはいっぱい食べる。いや、俺全然辛くなかったけど。辛っかけなきゃよかったって。かけなきゃよかった。辛すぎ。そうやろ。そんな火出るほど。火出た。はぁって言ったら、火って。もう全然辛くないねんけど。いや、辛いのに免疫がないからさ、うん、あんまり。もうベロの横行って腫れてるもん。あ、ちょっと辛いな。でも騒ぐほどじゃない。パカッ。さ、うちあのファミマがあんまり家近くないからな。うん。ファミマで。ファミマで。ファミマ。ファミマ。ファーで上がってミートマル下がって。ファミマ？ん？ファミマ。ファミマ？ファミミーで上がるのか。ミーで上がるの？ファミマン？うん、マンじゃない。ファミマンじゃない。ファミマン。タコ？タコ？タコどうぞ。タコ。タコや。片言やそれ。関西弁でなんかちょっとあのリズムがあるもんな。なんか関東、うん。標準語ってあんまりこう一定のリズムやけど。うん。なんかおじいちゃんとかさ、ありがとうね、ありがとうねってよく聞く。すごいなんかそれは抑揚がめっちゃそう感謝されてるって思う。そこだから関西好き。でもあのバス停でさ、無駄に話しかけられたりするの怖い、うん、京都駅でバス待ってたら兄ちゃん、足痛いやろって俺な、草履入ったらそれ16時になってみ、もう足真っ赤っかやで兄ちゃんパンソコを貼っときって言われ、横にいたな、知らんおばちゃんが、うん、絆創膏持ってるかってでそこに松木あるから買いやみたいな。松木用の絆創膏はめちゃめちゃいいって言ってたね。うん、絆創膏いいよっつって。で、どこで会話終わっていいか分からへんかったよ。そう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 。あれこれどこで会話終わんのやろって。うん。そしたら何事もなかったかのようにスーッてなんか。ってどっか行ったよね。うん。いきなり終わったよね。うん。いきなり始まっていきなり終わって何もなく、うん、ナンパでもない。なんなんやろ。でも心配してくれてたんだよね。うん、普通さ、うん、関東の人でそんな気になっても絶対喋りかけへんやん、うん、足大丈夫かなんて、うん、なんか余計なお世話だと思われちゃう。うん、コミュ力高いな。うん、すごすぎ。うん、みたびっくりして目が点になった。うんうん、冬になると太んねんな、毎年。冬が冬になると太るよね。なんでだろうね、顔パンパンなんだよ。うん、この前めっちゃむくんでたんだ、面白かった。あれはお酒飲んだからか。お酒飲んだ後にさ、朝起きたら吉祥寺やろ、顔2倍ぐらいになって出るって面白かった。あれやばいな、むくみすぎ。そんなに出るってくらいむくんでた。さあ、あとちょっとで食べ終わるぞ。ラストスパート頑張るぞ。もうちょっとやれば。もうお腹いっぱいになっちゃった。あ、そう。うん、なんかケンゴってさ、うん、絶対全部食べるよね。嫌やな、こういうの。いやちゃう、こんだけ残すとか。なんか残さないよね、ご飯を。いややな、絶対食べるよね、何が何でも食べるよね。うん、これはおにぎりにする。うん、これはさすがにもう食べられへんな。うん、あ、結構あるな。うん、だっていちごを炊いたもん。うまかったな。美味しかったね、全部美味しかったね。めっちゃうまいな。はい、それではごちそうさまでした。もう美味しかったし、もう食ってるだけやったね、ひたすら。はい、食べましたね、今日も。ほななー、バイバーイ。